い、皆さんこんにちは、ワンデルグルビジです。では今回は提督の決断法パープキット PS2 版日本軍ブレの続きをやっていきたいと思います。空母禁止してのプレイということで、戦艦巡洋艦、中心で、艦砲射撃の強い打撃力の高い艦艇を使ってなんとか米軍を倒していこうという企画になります。前回はですね、中部太平洋を攻略した一方で米軍の反攻作戦としてマリアナ沖に攻略を受けました。なんとか撃退したもののですね、残っている艦艇が3隻のみのこの第11艦隊が守備についているだけというところですね。波状攻撃を食らったらちょっとまずいかなというふうにね、思っています。なのでまずマリアナ沖に関してはですね、急いで航空機残っているものをかき集めてきて配備をしました。十分な数ではないんですけども、ご覧のように第二飛行場の方にですね、直縁機29、護衛機13、爆撃機44、雷撃機、これは一式の陸攻31機、偵察機20機という、それなりの数配備をしています。これで持ちこたえてほしいなというふうに思っています。で、生産の方なんですが、今回はですね、建造します。何を建造するかというと、前回設計した防空艦ですね、これを作っていきたいというふうに思ってるんですが、残念ながらね、お金がもう全くない状況になってますので、この建造は次回に持ち越して、艦隊のね、防空に当てたいというふうに思っています。では今回の作戦ご説明していきましょう。南太平洋攻略した戦艦ヤマト率いる第一艦隊、それに戦艦中心の第二艦隊、これからですね、傷ついた艦艇を取り除いて、この後この中部太平洋に向かわせます。で、傷ついた艦艇は一度オーストラリアにね、戻しておきたいと思います。なんとかね、オーストラリアで回復をしてもらって戦線に復帰してもらいたいというところですね。大破しているものもあるので少し時間がかかるかなというところですね。で、第一、第二艦隊だけではなくて、その作戦にはこの第三艦隊、このね、戦艦2隻、従順2隻の艦隊も加わってもらって、第一、第二、第三という艦隊を持って中部太平洋、そしてミッドウェーへと向かっていきたいと思っています。ではお金がないのでこのまま時間を進めていきましょう。アメリカ軍がここまでね、あんまり反抗してきていないということは、戦力が十分に温存を、されているという状況だと思うので、これからね、少し苦戦が続くのかなという部分は覚悟をね、しておきたいと思います。三式弾が開発されましたね。三式弾ですが、これは開発と同時に実装されたと思うので、火力がね、艦砲射撃手法上がっているんじゃないかなという期待を持っています。では内政を行って中部太平洋に艦隊を送っていきましょう。忘れないうちに先に、じゃあ中部太平洋の方にまずお話ししていた第3艦隊、そしてマーシャル沖に入ったと思います第1第2艦隊ですね、この艦隊を送って一気に中部太平洋を平らげましょう。で、中部太平洋を攻略すればね、マーシャル沖艦隊駐留させる必要がなくなりますので、中部太平洋代わりにですね、この第5艦隊を移動させておきたいと思います。南太平洋に移動です。で、あとですね、ミッドウェー攻略した時に一緒に連れて行きたいものがあって、それがこの第13艦隊。この第13艦隊というのは、実は揚陸艦だけしかいないので、この後艦隊の編成に組み込んでですね、ミッドウェーを攻略する時に陸戦隊として連れて行きたいと思っています。では輸送船を作って、時間を進めていきましょう。オーストラリアにね、少し多めに輸送船を配備してあげたいなというふうに思っているので、7、8隻作ってこのままオーストラリアに配備して、オーストラリアからですね、
人物金、これをね、取っておきましょう。残ったものはお金も今不足しているのでシンガポールに配備します。シンガポールもね、結構苦しい輸送船事情になってますね。で、最後に北西やりましょう。物資援助、これはドイツから技術供与を受けるためだけに、ドイツも必要ないと思うんですが、石油を送りましょう。で、技術投資はお金がないので薄く入れておきます。これでいよいよミッドウェー攻略に向けた戦いスタートしていきましょう。時間を進めます。では中部太平洋攻略戦ですね。第一艦隊、これはヤマト入っている艦隊ですね。で、長門に関してはですね、戦線を離脱してもらって中破してましたので、戦線を離脱してもらってオーストラリアでドック入りという状態ですね。その代わり第3艦隊を入れたというところです。もうご覧の通り敵の基地はね、もう1箇所決まってますので、あそこに向けて艦隊を夜に出撃させましょう。アメリカ軍の様子を見ているとさすがにね、艦隊いそうな気がするので、まあ、艦隊もね、ここで味方の損害少なく敵のダメージを大きくできればいいかなとこういうところだね。操船はしっかり注意をしていきたいと思います。では、回線です。まあ、早速、敵の飛行場は潰しにかかりましょう。第2艦隊から。移動する場所はね、もう、一択ですね。敵の飛行場。了解。で、早く発見したいので、ライトを点灯します。一方、第3艦隊、第1艦隊はね、徐々に接近していこうというところですね。まず第一艦隊ですが、敵の艦隊発見してます。これを叩きましょう。敵の艦隊向かって上側、マップ上側に第一艦隊を、一方第三艦隊はマップ向かって下側を、そして、団子にならないように第二艦隊はここで反転します。飛行場の下側を迂回させる形ですね。もう一度説明します。第1艦隊はマップ上側に回り込んで、第3艦隊は逆に下側に回り込みます。で、第2艦隊は敵の飛行場を目の前にしているので、ここで、開口を反転して、第1艦隊第3艦隊と混ざらないようにします。では艦隊戦見ていきましょう。さあ、第1艦隊の前に敵の大艦隊がいますね。これは本当に苦しい戦いになりそうなので、第1艦隊はお話ししていた通りマップ上側に操舵していきます。で、第3艦隊はお話ししていた通りマップの下側に回り込みます。第2艦隊は敵の飛行場の破壊を優先。艦隊戦でこれ第1艦隊がダメージ出るとこの後の作戦に、ね、影響が出そうですけどね、まあ、ここはある程度のダメージは覚悟の上で、敵の艦隊の、ね、迎撃に当たりましょう。アメリカ軍の艦隊ですね、画面暗くて夜なので艦首まで確認できませんが、ここにエンタープライズがいますね。このエンタープライズは仕留めておきたいな。そうするとエンタープライズに向けて、艦隊を第一艦隊に向けましょう。第三艦隊は逆にマップの下側に向かっている艦隊を追撃します。で、第2艦隊は反転しつつ、第3艦隊と攻撃する形を取っていきましょう。第1艦隊、武蔵でエンタープライズを仕留める。そしたら第2艦隊がですね、今敵、これ撤退に入ってると思うんですけども、撤退して向かってきている先に第2艦隊いるので、敵の飛行場の攻撃を一旦中止して、敵の艦隊を壊滅させましょう。第3艦隊は引き続きこれを追撃します。第1艦隊は、エンタープライズを加速次第撃沈するという作戦です。ここでね、敵の空母仕留めておくのと仕留められないのではだいぶ変わってきますからね。なんとかここは敵の正規空母エンタープライズを撃沈しておきたいという思いですね。今ちょうど魚雷がね、オクラホマに向かってすごい数撃たれてますけど、わかりやすいですね、夜ですけど、この画面は。
さて、そしたら敵の艦隊壊滅させましたので、第2艦隊は再び敵の飛行場を攻撃してもらいます。第3艦隊、第1艦隊はホーネットが逃げたと思われる方向に追撃戦を展開します。では、第2艦隊が敵の飛行場の破壊完了しましたので、全艦隊、ホーネット、ごめんなさい、エンタープライズのね、捕捉をしていくために移動していきましょう。はい、敵の艦隊は、撤退しましたね。エンタープライズは取り逃しになります。ミッドウェイで決着をつけましょう。では味方の損害ですね。駆逐艦1隻失っています。あとは戦艦3隻、中原。アメリカ軍の方からはご覧のように艦隊撃滅しています。エンタープライズは取り逃しです。では中部太平洋を取りましたので、中部太平洋の方ですが、艦隊がね、一部ダメージ出てますので、まずは今回のね、ミッドウェー攻略の肝となる揚陸艦6隻、これと合流させて、しまいましょう。で、他、今ね、米軍と接する場所が中部太平洋と小笠原、そしてこの南太平洋となりましたので、艦隊はここに集中的に配備して、防衛態勢をね、取っておきたいというふうに思います。では南太平洋を攻略してましたので、作戦会議でお金をもらってミッドウェー攻略、これをね、愚心して達成してお金を稼ぐという好循環を回していきましょう。で、お金、鉄、月またぎで入っていきますので、ここで防空艦、前回設計したね、防空艦を作っておきたいと思います。あと、一部戦艦クラスがですね、艦艇から離脱してますので、提督としてね、この後ミッドウェイに攻略する部隊に乗り換えてもらいたいと思います。じゃあまず艦隊再編しましょう。攻略する部隊の艦隊ですね、再編します。提督任命からかな。第一艦隊からですが、うわ、ヤマトが中破か。でも中破しててもこれはこのまま行くしかないからな。このままちょっと行きましょうか。陸奥の方には長門から磯六さんを投入しましょう。中破してるヤマト、ここで撃沈されるわけにはいかないですが、踏ん張ってもらいましょうか。で、6隻いる揚陸艦ですね、これをうまく活用したいので艦隊再編していきますね。ではまず防空艦ですね、どうしようかな。10隻ぐらいまとめて作りましょう。この後数が必要になってきますので、防空艦を、3週間10隻建造されますので、これを使います。で、あとは航空機ですね。特に、敵の基地を攻撃するという機会はほとんどないので、攻撃機、陸上タイプの攻撃機、しかも一式の陸攻、これを多めに作っておきたいと思います。で、あとはお金だいぶ使っちゃいましたけども、しっかりとね、内政という意味で物資の援助と、あとは技術開発にお金を使っておきましょう。いつか必ず役に立つ時が来るということでね、お金を使っていきます。ではこの後ミッドウェイに向けて部隊を進めていきます。ではミッドウェイ攻略になります。第1艦隊に2隻の揚陸艦、第2艦隊に4隻の揚陸艦、合計6隻の揚陸艦を今回編成に組み込んでみました。揚陸艦による攻撃でね、敵の飛行場を占領するという作戦になります。第1艦隊、第2艦隊、第3艦隊、それぞれ3方向別々の場所から攻撃に向かわせましょう。第1艦隊と第2艦隊に揚陸艦が乗ってます。夜間の出撃です。で、間違いなく敵の艦隊いるので、この敵の艦隊のね、迎撃を受けながら何とか揚陸艦をね、
敵の飛行場に突入させるというのが今回の作戦の肝になると思ってます。おっと、第2艦隊がいきなり戦闘状態に入ってますね。これがね、結構あるんですよね。提督の決断の PS2 版だと、マップの広さの割に、一個一個の船の大きさが大きいので、結構ね、こういうことは多いですね。揚陸艦を守りつつ、なんとか逃げ切ってもらいたいなというところですね。第1艦隊はこのまま揚陸作戦に向かいます。第3艦隊はどうだろうな。一度、ちょっと、なんとかね、第2艦隊の揚陸艦を守ってほしいなという思いあるんですけどね。ちょっとそのまま向かわせるとまた団子になりそうなんで、なんとか第2艦隊だけで、持ちこたえてもらいましょう。今ちょうど画面の中央に第2艦隊と敵の艦隊が入り乱れている状態になってます。大破した巡洋艦は第2艦隊から離脱させましょう。残しておいてもあまりいいことないですからね。夜のうちであればね、敵の空母をか、あるいは敵の飛行場から敵の航空隊はやってこないのでね、このうちに仕留めましょう。続けて敵の飛行場を発見してます。ただ敵の飛行場の付近には敵の艦隊もいるというところですね。これは戦艦からの砲撃でロングレンジのね、射程を生かして仕留めていきましょう。今のところ夜襲がすごくいい感じで機能してますね。さらに敵の艦隊を発見してます。ヤマト中心とする第1艦隊がね、突入していますが、第1艦隊少し戦艦にダメージが出てますね。戦艦ヤマト、陸奥にダメージが出ています。このまま仕留めていきましょう。ここにいるのは空母だな。ポイントクルーズ、護衛空母かな、正規空母は。ちょっと勉強不足ですみませんが、いずれにしても空母いますので、この空母仕留めておきましょう。第1艦隊がちょっと敵の艦隊のね、迎撃待ち伏せを受けているようなイメージになってますね。第1艦隊から戦艦が大破。どの戦艦か確認しましょうか。ヤマトだな。ヤマトの右舷が大破している状態ですね。ちょっとヤマトは失いたくないので離脱させましょう。持つかという問題はもちろんありますけどね。その前に撃沈されてしまうこともあるので、ヤマトが持ちこたえてくれれば、というところですね。その代わりといってはなんですけど、第2艦隊、第3艦隊はすごく順調に航行してくれているので、このまま進んでいきます。では第1艦隊の方からですね、沈められる前に、揚陸艦から陸戦隊2つ送り込みましょう。今敵のね、艦隊と交戦している第1艦隊にいる揚陸艦は沈められてしまう可能性があるので、そうなる前に揚陸艦から陸戦隊を送り出します。今マップの中央、画面の中央に映しているのが揚陸艦です。揚陸部隊発進というアナウンス出ました。おお、揚陸艦が今向かっている。どれくらい削れるかっていうのもね、ちょっと見ておきましょうか。今のね、この敵の飛行場の様子を見る限りだと、これで占領完了というわけには多分いかないと思うので、まだ引き続きですね、攻撃は続けてもらいます。攻撃中はあれかな、揚陸艦が向かってる間は攻撃を中止してますね。攻撃を。もうちょっと削ってから、陸戦隊を送り込んだ方が良かったかもしれません。
今、陸戦隊2つが敵の飛行場に上陸しましたね。どれくらい削れるものなのか。結構削ってくれればね、楽になりますけどね。ここは注目です。まあ、ちょろちょろ削れてますけど。まだ4つ残ってるので、陸戦隊が。この4つもね、しっかり使って、確実に占領っていうね、形を取りたいと思ってるので、うまくコントロールしていきましょう。なんか思ったより頑張ってくれてるな。これだと第2艦隊の陸戦隊も投入しちゃいましょうか、この際で、これで、4つ陸戦隊を送り込む形になります。占領できれば本当に大きいですからね。さあ、夜明けになりましたが、陸戦隊が頑張ってくれてますね。もうすぐ飛行場から航空隊が発艦してしまいそうです。出撃してしまいそうですが、その前になんとか攻略ができましたね。敵の飛行場破壊完了です。そしたらあとは敵の艦隊を潰していきましょう。で、その前に傷ついている艦艇は逃します。はい、ミッドウェー島攻略完了です。敵の戦力どれくらい削られたかっていうのはね、ちょっと夜だったので分からなかったので、戦果報告で、しっかり確認していきましょう。味方の方は撃沈された艦艇はゼロ。これは大きい戦果だな。敵の方を見ていきます。ミッションベイ、ポイントクルーズ。この辺りは正規空母でしたね。これ取り逃しです。で、護衛空母2隻も取り逃し。で、アメリカ軍第16艦隊からは、従順、あとは軽順、何隻か撃沈という結果です。敵の飛行場は占領。まあ、空母をね、完全に取り逃している状態なので、まあ、米軍の本格的な反攻作戦がいつ始まるのかっていうのがね、ちょっと心配ですが、まずはミッドウェー、攻略完了になります。で、上陸部隊から機密情報を入手。ハワイ沖のスパイレベルが3。これは嬉しいな。通信レベルも51にアップ。さらに輸送船も拿捕。上陸部隊が敵飛行場を占領した。いや、これ、揚陸艦6隻残ったので、ハワイも揚陸艦使って、夜のうちに、潰すという選択肢がありますね。艦隊は敵の艦隊の攻撃に。で、陸戦隊が敵の飛行場を攻撃、ちまちましていくっていうね、そういう作戦、ちょっと考えたいと思います。というのも、PC 版だとね、陸戦隊結構弱くて、あっさりやられちゃうんですけど、PS2 版だとね、今ご覧いただいた通り、かなり頑張ってくれましたね。これは作戦としてうまく使っていきたいと思います。